はい、どうも私でございます。本日もカード出し縛り教習再生やっていきたいと思います。ピッコロさんのレベルが、まだレベル6ですが、ご飯ちゃんのレベルをレベル7に上げて HP200 のところまで来てるんで、まあ、これでいけるんじゃないか。で、これでもしいけなかったら、またちょっとレベルを上げないといけなくて、ちょっと残念な感じにはなるんですが、さあ、もう4回目ぐらいですかね、挑んでるのが。今回でいけるんじゃないかとは思ってるんですが、だいぶご飯ちゃん強くなったからね。言うてだいぶご飯ちゃん強くなってます。ピコさん別に1でもいいか。ディフェンスしっかりしてと。ジャスミンちゃん。ちゃんジャス。そうです。ご飯ちゃんとにかくディフェンスを硬くしとかんと、ボスがご飯ちゃんに攻撃してきたら結構ダメージ食らうで。いいよ。これね、こういうこと。これで結構食らうんで。ただ、おい、一桁やっぱ、レベルが上がるちゃうわ。いいよ。ご飯ちゃん攻撃力はないんだけど、待ってくださいね。この3は、これ爆裂魔候補を入れて、OK。あー、7か。ディフェンスが弱かったらね、これガツンと入ったんだけどね。またこうなると長期戦よ。いいね、ご飯ちゃんのディフェンス力。ご飯ちゃんのタフさ。ご飯ちゃんは意外とこう少年期っていうのは、まあ、タフで有名だからね。ベジータの攻撃も、陸部の攻撃もこう、耐えたというか、結構、食らっても食い下がるみたいな感じでやってましたね。OK、いいね。これで爆力マハで、70ぐらい欲しいよ。いいよ。これ70ぐらい欲しいです。爆裂魔候補。70いいね。あとは結構ガンガンいって、あとはピッコロさんがもう一回さっさと使えるタイミングがあるんで、7与えたか、悪くね。よし、こっからマラソンです。わーっ、もうこれでピッコロさんに打ってこいよって言いたくなるんだけどね。これで全部計画が狂うから40か。まあ前はもっと食らったから70度は食らったんで、まだ126あるんで、こっちが倒れるのが先、ご飯ちゃんが倒れるのが先か、向こうが倒れるのが先か、原因になってくるんですけど、こっから先は。あとはカード、ピッコロさんのはディフェンスある程度ザルでもいいと思ってるんですよね。言うてちょっと甘すぎるかな、考えが。いや、ピッコロさんもレベルが上がってるんで、与えるダメージが大きくなってる気がする。変えたいよね、余裕かましてる顔から。地味花子先生で、地味花子先生にダメージ入れていきます。でもなんか十分って思えちゃう。ちょっとピッコロさん、これおい、来た、でかい、今のはでかい。いいね、ピッコロさんが強なっとるから普通に打撃入れるダメージが大きなってますわ。いいね、いいよ、カ
ワードーム引きもよしです。カード引きよし、カード引きよしおです。うわまだか、この3を狙ってくるようになったね。全然殺さん、ガンガン殺さんでいいんで、むしろまー、あ、ちゃん多少でもダメージ入れてくれたら助かるからね。まあ先行入れたいところだけど、まあ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 変われ、まだか、表情が全く変わらない。エネルギー派ジミハナコ先生にちょっと入れます。殺さん狙い、このままずっと殺さん狙いいてほしいね。これご飯ちゃんに使いたいよね。あ、ここはいいっすわ。コロさんのダメージがちょっときつくなってきたかな。こっちもきついけど向こうもきついて、うわうわ全然。ああ、ご飯剤来たか。4と4で同じぐらい、20ぐらいかな。OKOKOK、13。そんな食らわない。またの強力エネルギー、おい、来た！よーし。もう一息だ。まあまあまあ、でも1-1だからこれダメージ入れとかんと。いいよ、15。ワンちゃんも5ぐらい入れたら嬉しいっすけどね。いいよ、いいじゃない、ええじゃないか、ええじゃないかですよ。うわ来た、刀、刀、あーもう OK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 、 あぶねー、これご飯チャイされたらきつかったから、刀攻撃。おい、おー、ダメージの入れる必殺技カードが来たらマジピッコロさんに入れるのによ。ジミハナコ先生のダメージ入れ具合から確かできないっていうのが痛いな。いいよ、追い込んだ、追い込んでる、追い込んでる。まだ刀攻撃されたらなっけどね、いけるんじゃない、いけちゃうんじゃない、おりゃ、もうちょいなはず。こいつはディフェンスが硬い分防御力があんまないはずなんで、勝手に睨んでおります。まだ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 いける、ご飯ちゃん、このターンで終わんないかな。カードの引き次第では、おい来た、逃げてった。これで風神中かな。さてその頃、あの世では悟空の第二の修行が始まろうとしていた。よし、ではこのハンマーを使ってグレゴリーを叩き落とすのが次の修行じゃ。グレゴリー、なんだそれ。ブレです、私も海王様の身の回りお世話をしているグレゴリーというものです。まあだから執事みたいなもんよね。グレゴリー君はやばいぐらい早いんですよね。でこれグレゴリー君は漫画ではなくないんだよね。
アニメ限定キャラだった気がするんですけど。カードを揃えとくか。また、中はめになれたら嫌なんです。保存だけしときます。保存大事。ああ、悪くないカードが。いいじゃないですか。その間にか、結構いいカードが揃い出してる。でもただ入れない。入れないです。いいカードが揃い出してるけど。あ、6で入るか。入らないと進まないからね。これ Z で思いっきりいくか。おい、進んだ。あのハンマーめちゃめちゃ重いじゃなかったかな。で、ぐるぐる行くんは、ボルトより速いですからね。ボルトどころじゃないから、ね。いや、うまくいけば次で叩けるんじゃないかと。バブルスクより圧倒的に速いはずなんだよね。意外と早く終わるかもしれない。意外と早く終わる、あるよ。これで終わらしたい。いいよ。弱いカードが出たら Z で。ほら、これでいいっすよ。下がることがないんで。わあ、もう。お、いた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 。叩いた。来ました。ついにやった、グレゴリオを捕まえたぞ。これを捕まえたって言っていいのかな。1600。相当と。よかろう。これよく本格的な武術の修行が始められるじゃん。じゃあ、では、修行の前に最高の車両を覚えていたんじゃない。これが、聞きたい。さてさて、ドラゴンボールを求めて西へ。向かった天使屋とチャオズは、ちょっとね、女性はしますけど、天さんと、チャオさんがね、まあまあまあ、序盤はいつもの感じですよね。頑張ってレベル上げます。さっきと違って、全然逃げないと思うんで、ここが、救いどころじゃない？いけない、獅子の剣。天津派は技が多彩なんで。天津派は技が多彩です。で、2。で、チャオズも超能力で、足止めができるんで。チャオズかわいい。めっちゃ弱いけどね、チャオズ。でもまあ超能力で足止めができるんで、まあそれはでかいよね。足止め。で、天津やか攻撃力はあるけど、ディフェンス力がないのよね。あんな筋肉ムキムキで、ディフェンス力がないってどういうことだってちょっと突っ込みたくなるんだけどね。正直。戦いに関してはそんなに苦労しないんじゃないかなと思ってんのよ。チャオズの絵ね、のチャオズで足止めができるんで、やっぱ足止めはでかいよ。ラリッチ戦でも思ったけど、テンサーベッドインっすね。テンサーベッドインっすわ。バンのところはうまくベッドインしながら、で、ひたすら技使ったりとかして、とにかくテンポを良くして、レベルをどんどん進めていって、ボス戦の近くのところの、の宿屋のところでレベル上げして、突入っていうのが、いいっていうのが分かりましたから。あ、まだね。で、さっきの戦いの時みたいに、逃げたってのが多分ないはずなんで、
手がでかい。ただレベルがだいぶ上げやすいはず。先生これ唯一裸か。先生もう32か。他の人全員か服着てるけど、天さんだけ唯一裸ですよ。ゴリゴリだからね。天さん。天さんゴリゴリのマッチョですか。天さんディフェンス力がないから。本当なんかすぐ瀕死なるで。これめっちゃ食らうんでしょ。顔色変わるんじゃない、顔色が。おーい、シャオズさん、ポーズさん、これあ序盤はね、地味花子先生だ的な戦い方ですよ。レベル700ぐらいまで行くまではきつい戦いが続くんで、それから行ったらあとは楽よ。天さんとチャオズさんの戦いも、ああ戦闘力1000ぐらいまで上げっていく感じになるでしょうね。上げていくのがまあ長いよ。ご飯茶を育てるのも大変だったし、クリリンやむ茶を育てるのも大変だった。まあこれでラストですかね、育てるパートは。そう思うと頑張りがいがあるような気はするけど、レベルを2ぐらい上げないと次のところに進めないよね。天さんのディフェンスがザルだからさ、めっちゃ食らうわ。天さんダメージ、どこのゴリゴリマッチョなのにダメージを、ディフェンス力が低いのかね。なんかすっごい不思議だったんですよ。攻撃力はピッコロさんに次いで次に強いんじゃねえかぐらいには思ってるけど、おっしゃ。いいね。山さん来ました。山さんレベルアップ。高いよ。1000ぐらいまで目指したいよね、経験値を。
てんてんてん。9コマ強えや、やっぱ。9コマ強いっすわ。強いけど経験値が5しかもらえないの、やっぱちょっと割に合わねえな。まあいいんだけどさ。神様カード使わないか。歴史フリー以外だったら亀カードが楽だって、神カードになってましたよね、確か。早く天津派のレベルを上げて、回復させたいんだけど。なんだかんだ言うて、チャオズの攻撃も、だいぶ助かるね。マジで。てんてんてん。なかなかの不況。序盤さえ、ずっと言ってますけど、序盤さえ耐え忍ぶことができたら、あとがずっと楽になるから。そこだけを。そこを希望に戦ってますからね。これできたら落としてほしいんだけど。あ、ダメか、全然か。テイさんこれ。うう、ダメージ食らいすぎる、テンさんマジで。ディフェンスザルっすわ、マジで。防弾チョッキぐらい来てほしいわ。てか本当になんでこれザルいのかね。クレーム入れたくなるぐらいザルいっすわ。マジスピード車の全身水着ぐらい着とぎってぐらいとか。いや、なんでそれ裸で、率先して裸になってディフェンス力が低いってやばいで。いや、やめっくれ。やめっくれ。これで、ディフェンス Z があった時点でめちゃめちゃニヤリしましたからね。相当なにやりよ。いいよ。めちゃめちゃ何回も戦ってるけど。ドドンパ行きますか。いや、燃費悪いな、チャオズも。ドドンパ30使うのか。ドドン。ドドンですわ。なんでドドンパか、ドドンからドドンパになったんですか。なんか理由があったっていうのをテレビで言ってた気がしますけどね。ドラゴンボール雑学みたいなので。ドドンパがなぜドドン、ドドンがなぜドドンパになったのか。あとレベル1ぐらい上げないと、次のところに行くのは無理やね。テンさんがもうちょい強くなってくると、リームーですわ。
あいつチャオズル天さんが話引っ張ってるじゃねえかぐらいまで思ってるけどね。ただダメージ食らって死んのがあったらベッドにすればいいだけだからね。天さん助けてるよ。天さんが不甲斐ないまではあるから。ディフェンス力がないのがね。もう大丈夫かな。相当レベル上げないと無理なんじゃないかな。ディフェンスの神よ。防御力が神なんで。で、カタクラ。どういう鍛え方したらそうなるのって突っ込みたくなるもん、ほんと。攻撃に全振りしてんのよね。テンさん。全振りして持ってんだよね。適当でカード。とにかくレベルを上げることですから。もうレベルが1個上がったら。次の休憩スポットのところまで歩いて行ってもいいかなと思ってたけど、敵が逃げてくれないってのはありがてえなと思ってるわ。敵が逃げない制度よ。敵が逃げない本当に腹立ったからね。敵が逃げるのにめっちゃ腹立ってたから、今回この全然敵が逃げないから、ほんとそれだけが救いだ。いいよ、これ20もらえるよ。20ゲット。天才に不安があるから、天才のディフェンス力に一物の不安があるんですよ。一マスか。天才に不安しかない。あ、よかった。どうせこんなことなるだろうな思ってたからね。
こういったんかね。まあクリリンとヤムチャの時も最初こうだったもんね。攻撃力がある分まだこっちは進むか。チャンスも言うてそんな悪くないからね。もう何の役立たれ、いない方がマシだっていうところまでいかないもんね。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。ちょっとキリがいいんでね、まあ、次の回でレベルをガンガン上げて戦闘力3000ぐらいのところまで行って、で次でボス戦でクリアするっていう流れが作れたら一番いいかなと思っております。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。バイバイ。